こんばんは、ちえです。今日は海ほたるに行ってまいりました。ですね、お天気はそんなにいい感じじゃなかったんですけども、ただなんだろう、ちょっと行った時だけ少し晴れ間というか青い空が見えたりとかもしてたので、すごいラッキーで、いい眺めを見ることができて、帰りは、木更津の方から行ったので、川崎の方を通ってちょっと夜景綺麗だなっていうのを見ながら、はい、帰ってまいりました。で、牡蠣鍋を食べて帰宅っていう3連休でございました。はい、では今日はですね、頭の中の声を静かにしましょうっていうお話になります。はい、私自身がメンタル悪かった時って、自分の頭の中の声がうるさすぎて眠れないとかってよくあったんですね。それについてなんですが、人間の頭の稼働できるキャパシティって一定だと思うんですよ。そんなに実は多くなくて、それを、考えるっていうことで締めてしまうので、それに翻弄されて眠れないとかがあるんですが、それを考えるから感じるの方にシフトチェンジをするといいよっていうのを、こう、今まででもちょっと動画で少しお話しさせていただいてると思うんですが、また、同じことをいろんな方面から何度でも詳しくはちょっと話したいことを伝えていこうと思って、今日はそのことをお話しさせていただこうと思います。はい、頭で考えてるキャパシティは一定なので、考えるっていうところから感じるっていう風にやっていくと、いつの間にか頭の声が静かになってるよっていう話なんですが、私がよくやっているのが、体がどういう感じを、感覚として持っているかっていうのに着目をしていきます。例えば、足の先っぽが、冷たいのか暖かいのか痛いのか、どういう食感なのか。例えば寝てる時にそれをやるとすれば、足の指が感じてるシーツの食感はどうなのか、布団の感じはどうなのか、それを、左右の、足の先からやってもらって、次にふくらはぎ左右、太もも左右って言って、胴体に近くなったら今度は手の先ですよね。指先はどんな感じなのか、どんな食感なのか、普段はね、感じてるはずなんですけども、データとして脳は処理をきちんと認識せずにスルーしてしまってるので、それをしっかり感じていきます。はい、で、感じると、その感じる方にシフトチェンジすると、どんどん頭で考えてる声っていうのが小さくなっていくんですね。はい、最後はそれでずっとこう全身をめぐって、例えば首の後ろ、こう緊張して寒くなってきて筋肉がこわばってちょっと辛いなっていう感じを、感覚を味わってみたりで、最終的に私は呼吸を、どういう感覚なのかなっていうのを感じるようにしてます。どのぐらいの速さの呼吸をしているのか、どのぐらい深く吸い込んでいるのかっていうところと、あとは感じられるなら心臓の鼓動まで分かるようになるといいと思いますね。それを呼吸をこう体の深いところで感じてるうちに、いつの間にか寝てるっていうことが多いです。やっぱり寝れないとか頭の声がうるさいっていうのは、その頭の中の考えるっていうのが激しくなってしまっていることだと思うので、ぜひ感じるにシフトチェンジしていただければと思います。これは多分、仏教的なところだったり、あとは、この間のお茶会でもフォーカシングですかって言って、そのどこにフォーカスを当てるかっていう考え方だったりとか、いろんな要素含んでますが、これやるとすごい落ち着きます。で、ブログにも以前文章の方でも書いているんですけども、その時に、コメントいただいたのが、怒りの感情を持ってしまった時に、そのカーペットのふわふわの感触を感じたら、怒りが収まったっていうことなので、怒りの考えてるのを皮膚の感じてるにシフトチェンジすると収まるみたいな感じ
感じで、結構いろんなことに応用効くんじゃないかなと思います。ぜひぜひちょっとしんどいっていう時に、しんどいっていうことを考えるのではなくて、今自分の皮膚はどういう感じを感じているのか、お洋服の感じはどうなのかとかっていうのを味わってもらうとちょっと楽になるんじゃないかなと思って、薬とかそういうのも一切いらない手軽な方法なので、ぜひやってみてもらえればと思って今日はお話をさせてもらいました。はい、まあ、似たようなお話、これからもどんどんいろんな方向から焦点を変えてお話ししていくかと思うんですが、どうぞお付き合いいただければと思います。はい、では今日はここまでです。最後までご覧くださってありがとうございました。ちえでした。バイバーイ。